フーフーというブランドをやっている、高坂マールと申します。お願いします。お願いします。僕の奥さんがめちゃくちゃフーフーさん好きでいらっしゃいますもんね、そこに、はい、そうなんですよ。ちょっとカメラには映してないんですけど、ね、もううち洗濯僕担当なんで、はい、多分日本一フーフーさん洗濯してる男だと思うんですよ。かっこいい。どうですか、洗濯しにくいでしょう。分量すごくて正直ちょっと乾かないです。多分こういうふうにおっしゃってるパートナーの方や、はい、ご家族の方がたくさんいるんだろうなって。なるほど。その方からの苦情は初めて聞きます。直接。1990年式のデイムラー W6 ですね。90年式なので、はい、僕がちょうど90年生まれなので。同い年。同い年。おかなりこれ紳士な車じゃないですか、うん、もう英国紳士の。いや本当に、うん、今までどういう経緯があってる車。今までは一番最初が、はい、日産のフィガロに。おもうパイクカー。パイクカー、はい、ずっと憧れてて、一番最初に車を買うならこれだと思って、はい、で買ってみたんですけど、まあ、その時はスタイルだけが好きで買ったらやっぱ運転が楽しくて、はい、なるほど。自分の暮らしには車が合うなと思ったんですよ。例えば、はい、あの電車に乗って音楽を聴くよりも車の中で音楽を聴いて、まあ、通勤とか休みの日とかに少し流したりするのがすごく充実してて、ドライブ自体が本当にストレス解消になったので。なるほどっすね。あ、じゃあ車が自分はまず好きなんだっていうのが分かり、はい、じゃあこれからなんかいろんな車に乗ってみようと思って、はい、その次に目つけたのがさっきあの YouTube で最初に見たって言ってた、はい、あのメルセデスの123、はい、ワゴンのワゴンから入ったんですね。ワゴンから入りました。でその時はキャンプ好きだったので、はい、あのステーションワゴンにキャンプ道具詰め込んで。いいっすね。でそのやっぱメルセデスのなんか武骨さとなんか工業製品としてのなんかかっこよさに惹かれて、はい、で今度セダンに行ったんですよ。123のワゴンからセダンに。セダンに行きましたね。おー、だいぶ気に入ってますね。気に入りました。なんかでもワゴンってやっぱちょっとスポーティーでカジュアルじゃないですか、はい、若い人はワゴンみたいな感じちょっとありますよね、うん、でなんかまあそのなんですかね、スタイリングがセダンのこう渋い感じ、はい、ちょっとジェントルな感じがかっこいいなと思って同じ、123のセダンにその後行きましたね、はい、乗り換え、いい乗り換えですね。いい乗り換えして。でその時期くらい、あでその後に、はい、セダンめっちゃかっこいいってなって、ただ、はい、夏にあの年式だとやっぱあのバッテリー上がっちゃったり、はい、ちょっと熱は弱い弱いくて、はい、で結構長距離ドライブにはまり、はい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 、金沢とか京都とか結構行くっすね。はい、もう結構伊勢とか7時間コースの大阪超えるのは本物っすね。なんかそのロングドライブにはまって、はい、あの全然あの体力は疲れるんですけど、はい、気力は全然持ってなんかなんですかね、すごい楽しくて、はい、でそう長距離ドライブができる車の方がいいなと思い、なるほど。でジャガーの XJ、はい、ソブリン、ちょっとじゃあ新しくなって、はい、それが2001年式だから、はい、まああの、当然パワーウィンドウだし、はい、クーラーもめちゃくちゃ効くし、まあ変な話上がったり、2000年超えてればもう本当に見た目はまだちょっとあれですけど、うん、普通に使うに関しては全く問題ない。全く問題なかったです。やっぱあとソブリンなんで、はい、スタイリングも、5メーターくらいやっぱあって、ね、セダンとしてはやっぱり高級感あって、で今変な話一番安いじゃないですか、あのジャガーの。これ見ていただいている方分かるか分かんないですけど、本当に98年から2005年ぐらい狙い目です、ね、うん、狙い目です。やっぱすごく手頃に楽しめるし、はい、でありながらなんだろう、初心者に優しいですよね、あれ。そうですね、多分ですけど、なのでそれ結構時期長くて、はい、でもなんかでそれと同時期にジャガーの E タイプをクラシックな方を振り切りたいと思って。確かにその2台持ちだったらちょっと納得感ありますよね、うん、で、黄色の E タイプ、はい、シリーズ3かな、あ2かな、3か1位が結構一番高いんですよ、はい、で3で年式があれだとまあ高いは高いですけど、はい、もう清水から飛び降りるような気持ちでいっちゃいました、はい、もうやっぱなんか人生で一度きりだろみたいな。なるほどなるほど。車以外にあんまり趣味ないんで。おじゃあもう仕事頑張ってるし、うん、みたいな。
一度は持ってみたいなと思って持って、はい、で結果的にそれが統合されてこうなりましたね。なるほどですね。こうギュッとしたらこれと、はい、ここになりました。確かにその2台を1台にするんだったらダブル6。そうなんです。わかります、うん、ごめんなさい、今回取材させていただくにあたって、はい、勝手にストーカーっぽいんですけど本読ませていただいてありがとうございます。めちゃくちゃグッときてたのが、はい、こう健やかなって言葉をよく使われてるなと思ってて、うんうん、まあ、車業界で言うとこの新車への乗り換え、うん、エコカーにバンバン乗り換えていくことが果たしてエコなのかだったりとか、うんうんうん、まあ、売り手側のちょっとエゴじゃないですけれども、うん、こう古い車を愛し続けるのって悪じゃないよねっていうのが、うん、かなり僕も思ってて共感したところだったんですけど、うん、やっぱりファッション業界もこう使い捨て、うん、使い捨てというか、うんうん、在庫がみたいなお話あると思うんですけど、僕がやってるブランドが、はい、少し特殊なところが、はい、過去の作ってきた製品も繰り返し再販売がされるんですよ、はい、つまり作ってきた型そのものは資産として、はい、価値として残したまま、続けていく。僕ら作ってきた過去の資産がアーカイブになってくるので、はい、まあ、僕らからすると一つ一つの価値を守りながら続けていけることの、はい、まあ、そういうこと健やかなというかヘルシーな仕組みになってまして、はい、作ってくださる方も、はい、ある意味新しいものばかり作っていると毎回こう仕様が違ったり素材が違ったりするので、それよりは過去に作ったものは作り続けることができる方が、はい、それも仕組みとしてヘルシーなんですよね。そうですね。で、買ってくださってるお客様に対しては、はい、例えば自分が買ったお洋服が2週間後に赤い、ね、シールが貼ってあって、そうですね、30% 引きってなってるよりは冷めますよねなんか5年後も、はい、まあ、例えばフーフーっていうブランドを一度忘れたとしても、はい、まあ、服自体は日常で着てくれていて忘れたとしても、5年後に例えば久しぶりにちょっとフーフー見てみたら、あ、私が持ってるあれまだ普通に売ってるんだ、プロパーで、なんならちょっと原材料が最近はね世界的に上がってるから、はい、どっちかというと値上げしちゃってるんですよ。なるほどなるほどそうなるとなんか自分が買ったものの価値が守られたままブランドが続いてくれてるっていうのが、はい、まあ、僕は結構そこに対してのなんていうんですかね、それが一番いいとも別に言わないんですけど、自分が事業として商売としてものづくりを続けるんだったらそこくらいのサスティナビリティは守りたいなというか。なるほど。結構やっぱり前の時代の方々って言ったら失礼ですけど、はい、僕らより年上の方々ってフィジカルが強い人多いんですよね。フィジカルが強いっていうのは、やってやるぞみたいな、 ある種の24時間働けますか、うん、働けます、世代、そうですよね、なんかこう何か成し得るぞっていうその評価基準が、要はお金を稼いで、はい、有名になってとか、分かりやすかった時代だと思うんですよ。そうですね。で僕らの時代って、はい、ある種その幸福の種類が多様化したじゃないですか。そうですね。自分の幸せを見つけましょうっていう風な教育をされてきているし、はい、思春期にそういった価値観を浴びてきているから、はい、ある意味で本当に逆に言うと自分が自立できてないと幸せっていうものをさえも定義できないと思うんですよね。何が、まあ、昔みたいに将来年収1000万、うん、マイホーム買っていつかはベンツみたいな、うん、その固定的な幸せの価値観みたいなのって、うん、あんまり僕ら持ってないですもんね。だからこそ何が自分にとっての幸福なのか、はい、幸福っていうとすごく難しいけど、何が自分にとっての、まあ、健やかな生活なのかとか自立した生き方なのかとかをやっぱりこう考え続けることが、はい、ある種の幸福の一番の近道かなと思うので、うん、よくインスタで来るのが、はい、どんな車乗ったらかっこいいですかみたいな質問来るんですけど、ああなるほど、あ、まあそれは、うん、お前がかっこいいと思うやつ乗ってるやつが一番かっこいいんじゃね、うん、とも思うし、高、うん、坂さんの話にかぶせるとやっぱり自分の幸せ、欲しいものをやっぱ自分で理解してる人が一番強い、うん、あ、それで言うとファッションにも関係あると思うんですけど、はい、おしゃれっていうのは変わっていくんですよね、 時期や時代によって。でもスタイルがあるとかスタイルは変わらないと思うんですよ。つまりどういうことかというと、その人自分のバックボーンに何があるかをちゃんと理解するというか、はい、そのバックボーンにあるカルチャーを知っていれば、はい、それに合ったお洋服や車を選べると思うんですよ。
でそれであれば別に何だろう、もうその人のスタイルが完成してるから、確かにおしゃれである必要もないし、スタイルがある人として生きていける確立できるから、なるほどっすね、自分のスタイルって何だろうを考えるのがいいのかなと思いますよね、はい、新しいものでも別にいいと思うし、古いものでも別にいいと思うし、高いものでも高級車が自分のスタイリングに合ってるんだったらいいと思うし、はい、ギラついてる車似合う人ってやっぱいますもんね、うんうん